青木和江は、日本の看護師、看護学者。君等は、随法担当省。学位は修士。東京医療保険大学立川看護学部教授。名の、恵みが、旧事態のため、新事態で、青木和江とも表記される。国立がんセンター中央病院副看護部長。静岡県立静岡がんセンター看護部長。静岡県立静岡がんセンター副院長。 静岡県立大学看護学部教授などを歴任した。東京都立新宿高等看護学院で看護学を学び、1976年3月に卒業。静岡県立静岡癌センター1976年4月、厚生省の施設等機関である、国立癌センターに採用され、中央病院の看護婦となる。1993年2月、副看護婦長に就任。 この間、昭和女子大学短期大学部国文学科を1982年3月に卒業。青路科国際病院の ET スクールに通い、1987年10月に、ストーマ療法士、1998年12月には、皮膚、排泄ケア看護認定看護師の資格を取得した。二千二年四月、静岡県立静岡癌センターの副看護部長となり、 2007年4月から看護部長、2011年4月から副院長兼、認定看護師教育課程長。勤務の傍ら、金沢大学大学院の医学系、研究科保健学専攻にて看護学領域を学び、2003年3月に博士課程前期を修了した。終始論文、終末期間患者における俗装の病態の変化から、 見た携帯的分類と看護ケアとの関係の内容は、後年、松井優子らの研究業績とともに、日本総省、オストミー、疾緊管理学会誌に収められた。また、2004年4月より、静岡県立大学大学院の看護学研究科にて、客員教授に併任されている。2013年4月には、大阪大学大学院の医学系研究科にて、 小平教授に併任されている。その他、岩手県立大学大学院の看護学研究科においても、講師を兼任し非常勤で務めた。公的団体の役職も多く務めており、社団法人である日本看護協会では2003年4月より認定看護師認定審査員を務め、同じく社団法人である。 静岡県看護協会では2010年4月より学術研究推進委員長を2011年4月からは倫理審査委員を務め静岡県の病院やファルマバレーセンターなどで構成される静岡県知見ネットワークでは2011年3月より支援倫理委員を務めた2016年4月静岡県立大学看護学部教授に就任し 主に看護学科の講義を担当した。大学院看護学研究科教授も兼務し、主に看護学専攻の講義を担当した。2017年5月2日、看護業務功労により、随法担当賞が授与され、静岡県知事の川勝平太から勲起と勲章が伝達された。2020年3月31日、定年により、静岡県立大学の教授を退任した。 その後、東京医療保健大学にて、立川看護学部の教授に就任した。立川看護学部においては、主として看護学科の講義を担当した。専門は看護学で、がん医療における患者のプロセスや、がんのウォックケアを研究する。ウォックケアとは総称、オストミー、湿緊などに対する看護の総称。悪性新生物の患者における皮膚、排泄ケアや、 ダイナミックウォックケアと称される皮膚、排泄ケアを研究し、ストーマの看護に関する専門書なども出版している。また、悪性新生物の患者のプロセスを支える看護に関して研究している。日本ストーマリハビリテーション学会、日本俗僧学会、日本総省、オストミー、湿緊管理学会、日本眼看護学会、日本放射線看護学会。 日本館賄賂学会などに所属。名の、恵が、旧事態のため、青木和江名義の著作も存在する。ありがとうございます。